帰っちゃった。1分で帰った。ヤサオ、こんなことある？イメージキャラクターにふさわしいかをみんなに投票してもらおうと思ってね。こんな感じでこう。あれ、他のデザインは？うわ、来たー、お尻マニア。うわー、バラップサイト連続できたー。ふーん、エッチじゃん。交互に見るんじゃない、俺と。こんにちは。わあ。ああ、そういえばこんなんしたんだった俺。なんか後悔してきたな。とりあえず手紙を。過ぎるより。過ぎるから。パナップサイト。理由は元彼だからです。ああ、元彼なんだ。過ぎるの。へえ。はい、もう一個来てるわ。なんか。ランタン見つけた。ああ、もうこれは飛ばそう。過ぎるのプレゼントなんだ。お、え、パープルかぼちゃマスク。うわー、お、すげー、なにこれ。え、うわー、え、めっちゃ可愛い。なにこれ。てかかぼちゃに見えないのこれ。え、こんなんあんの。うわー、あ、そっか、自分でびっくりしちゃった。そういえばこの断点だった。なんとかしようと思う。うわー、なんかすげーのある。なにこれ、エジプトの服。え、すげえ。ちょっと着てみていいですか。うわー。似合う。なんか完全に神の使いみたいになってる。あ、裸足いけるんだこれ。あはは、裸足いけんだ。あ、初めて知った。へえ。おペタ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 。村長っていうか、なんか、うん、国王みたい。へえ。あいつびっくりしてるだろうな今。今ファラオ通り過ぎたぞみたいな。おお、象形文字みたいなやついる。こんにちは、こんにちは。お前うちで働かな。お前変わりなさそうだな。いや、だいぶ変わったと思うけど。過ぎるんち今どうなってるの。お邪魔しまーす。人んち覗くの久しぶり。うおー、なにこれ。てかもう一個持ってんじゃんこの人。何、なんで量産してんの。すげー、こんなんあるんだ。めちゃめちゃハロウィン感出してるじゃん。ヤサオ、なんか話してよお前。こんなところで立ち話するのも野暮な感じするな。よかったら、オレンジ？オレンジ？しょうがない、まあしょうがない、まあしょうがねえな。ありがとうランタン君、いいよ。エスコートしてくれるかい？おお。いや、まあすぐそこなんだけどね。ちょっとね、エジプト風に改装しててあれだけど、入ってよ。まあどうヤサオ。ヤサオ、どう？それじゃあ失礼するね。どうぞどうぞ。いやー、結構ね。どうどう、ヤサオどう、オレンジ。なんか何も言わないけど、ヤサオ。おー、ハート出た。ランタン君の香り、気持ち悪いよ、お前。第一声、それか。ヤサオ、あ、パソコンあんま見ないで。ヤサオ、パソコンあんま見ないでね。結構、恥ずかしいやつとか入ってるから。あ、ヤサオ、一緒にニコニコ見るね。一緒にニコニコ見るか、ヤサオ。YouTube でもいいよ。YouTube 見る？ヤサオ！ヤサオ、どう？うん、ランタン君。そればっかじゃねえか、お前。ちょ、気持ち悪い、こいつ、なんなん？ヤサオ。ヤサオ、そろそろ帰ってくんない？ごめんけど。ちょ、マジで気持ち悪い、なんなん？ちょ、日本以外の話しろよ、おい。ごめん、もう、なんか思ってたのと違うわ、お前。全然楽しくない。ちょ、帰れ、帰れ、もう帰れ、もう。あんまり長いちゃ悪いからね。帰れ帰れ帰れ。ちょ、怖いわ。アディオスランタン君。お、ちょ、マジ怖かった、こいつ。匂いの話。そんな匂うかな。え、怖ー、あいつなんか。ちょ、盗聴器とか仕掛けてないだろうな。どさくさに紛れて。ちょ、怖ー。あいつマジなんなんだ。あ、ムラメロだ。あ、ここでムラメロ帰れるんだ。へー。はいはい、ナポリ村らしい。あ、はいはい、任せろ任せろ。このナポリ村の中田康隆が。そうだなぁ。ちょ、めっちゃいいのできた、すげえ。歌って、あ、歌ってくれんのマジで。うん。じゃあちょっと歌ってみ、しずえちゃん。ナポリ村だよ、良いところ、ここ。いいなぁ。いいいいいい。ちょ、歌ってみた、出したら、ねぇ。
ナポリ村のジャスティン・ビーバーなれるんじゃないマジで。ありがとうございます。すげえすげえ。具体的にどの辺どの辺がナポリ村だよ、良いところ、ここになんの。なんか村人と話した時にさ流れたりするんだよね。ヤサオヤサオ、ちょい聞かせてみろお前のナポリ村だよ良いところ。キモキモ、雰囲気がキモ。やっぱヤサオだな。ヤサオが歌うとダメだな。陰キャ感やべえな。マジやばいなこいつやばー、ヤサオやべえなあいつマジ。人ん家結構来るけど、あんなに食いついてるヤサオ初めて来た。匂いが匂いがって匂いのことをかなり気にしてます。匂いの話しかしないから。やべえよあいつ。まあでもヤギだから、ヤギだよねあいつ。ああそうか、嗅覚が発達してるんだ。でもハート出てたけどね。ティッシュ置いてるからやっぱティッシュ食べたいなってなるんじゃない。あそういう、あれはそういう遠回しなおねだりだった。ティッシュを食べたいっていう。そうそうそう。あれあの曲ってランタン作やったのねえ、うん、あ俺自然すぎてマジで普通にどうもりのやつやと思ってた。あやっぱ日常に溶け込むのをねイメージしたから、みんなのそういうもんじゃん、キャッチーなメロディーってスッと入ってくるとかね。確かにそういうとこ気をつけてるかな。安坂的に、安坂的に。はい、お元気やで。姿勢が一番気にしてたんやろ。言わんでもわかるよ。姿勢ってそうよな。もう変わってないんやけど。はい、落とし穴発見。もうさすがにね、騙されへんぞ。どうせランタンやろうけどさ。はい、回収。はいはい、もうこれもう即やり返したんで、ここに。ちょっとこれはバレるな、でも。目に物くれてやる。ちょっとね、ここになんかフェイクでやっとこうか。ここにさ、フェイクでさ、なんか入れといたろ。あれあれ、あ、残っとんかみたいなやつでさ、埴輪埋めといたろ。へへへへ。はい、何ですか手紙。おーおーおー、あんま来てない。あー、しゅうさん、どうした。お金は大事に使うんやで。あれ正義の味方、しゅうさんより。えへぇ、ええちょっと待って、なになになに、なんで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 、なにこれ、なんこのおしゃれなことすんの。これ誰んち。ちょ、シュウさん、渦巻きに粘着してんじゃないのこれ。あ、サイコロコントのやつや、これ。やめとけ、お前。おい、嫌われるぞ。もうストーカーやんけ、あいつ。タン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 、あぶない、あばあ、やってもうた。ああ、もう。どうした、渦巻き。え、誰に。ちょっと、しゅうさんの手紙ちゃうやろな、それ。ちょっと心の準備できてないんだけど。お前、見せびらかすなよ。ほんま、渦巻きそういうとこやぞ、お前。シュウさん困ってるやんけ。なんてぐっすり眠れんねん、お前。こいつ、怖っ。怖いぞ、シュウさん、逃げろー。シュウさんに渦巻きを嫌いにさせようか、じゃあ。わかった、わかった、わかった、わかった。別に誰やとは言わんでいいねん。誰やとは言わんけど、シュウさんのことをね、ちょっと思ってる誰かが、ちょっと素敵なプレゼントしてんのよ。めっちゃ俺いいこと考えついてる。ここにさ、あのコンポ埋めちゃおうよ、コンポ。いいコンポ、しかもいいコンポやから、サイコロコンポじゃなくて、地面に埋める。これいいんじゃない、これほんまにいいんじゃない。へぇー。あのアホ、浮かれそうやな、これ。うえーとか言いそうやな。あいつ浮かれそうやな。うわ、見てー。
この手紙見た後のシュウさんをあの周りの花畑見てめっちゃ浮かれそうじゃない？うわーうわー楽しみ。あ、渦巻きどうしたん？またヤサオの話か。どうぞ、お前とヤサオは根深いな。それでな、なん、うんうんうん、あれいいよ、あ、いいよ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 、いい感じいい感じいい感じ、いいよ、うざきいいよ、うん、楽しくなってきたね。誰がすぎろやねん。よしよし、ちょ聞かしてくれ聞かしてくれ。いいぞいいぞ。グルミン、お、どうした？何そんな可愛い顔して。えほうほい、はい、ダメ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 、グルミンちゃん行かないで、癒しやねんってグルミンちゃん。うん、付き合おう、うん、あ、もう付き合おう、いや付き合おうっていうかもう結婚しような。種族のさ、あの違いを超えよう、超えれるよ俺たちなら。ちょマジグルミン、グルミンに他の4人が手を出さんように俺が書いとこ。よし男らしい、男らしいぞすぎる。てんのなんで、やばいやばいやばい、あれなんでで俺があんなん書いたか覚えてないんですよ。サイコロコンコ出品されてたからそれ見て、あ、それを毎晩見てんのよ、うつむって。それを見たらあぐっすり転売がうまくいったとしめしめっていう困ってる顔。あ、そういうことか。ずっとスギローさんって言われてんのよ。俺マジで分からん。心当たりなさすぎて分からん。スギローさんってあれ。いつの間にかずっとスギローって言われてんのよ。それも絶対なんかヤサオと決めたんじゃない？ああ、裏で。スギローって呼んだら面白くないみたいな。きつ。深夜にスカイプで2時間話してた。スカイプ。ナポリ村の闇の。闇が二人だけ全然引っ越さないぞ俺だって。確かに。居心地いいんだろう。居心地いい。うわ、なんかこれさ、喉を整えるか。杉浦さんみたいな感じでやれるかな。なんだよ。何？いいコンボ、おお、すげえすごい、え、渦巻き？じゃあ手紙、わあめっちゃ来てる、はい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 、杉浦さんから、なんだ、編集お疲れ様です、これつまらないものですが、わら、古いわ文体が。アルコールランプマジでつまらないものじゃん。で最後に杉浦さんからか、読む。お金ありがとうございます。ところでシュウさんを好きな子がいる。え、マジで？ランタンの家ニコニコ動画じゃん、マジで何も変わってないなあ。あれおいちょっと待っておい、ちょっと渦巻きこいつもうダメだこいつ牛島くんに追い込まれてる、こいつ転売屋くんのショー感こわ、切れ味あるなこの一文。ちょっと待てよこれ
スギルさんがグルミンのこと好きってこと、あのいやらしい彫刻を見られたってことじゃない？それでか、それでなんか好きな人がいるとか言って目をくらませようとしてんのかな。え、じゃあいいコンポとかもなんか渦巻きが埋めたっていうことにして渦巻きと俺をくっつけようとしてんのかな。そういうことか。さすが恋のマスター。あ、グルミンちゃん、杉さんのタレだ、涼しい。あ、いいよいいよいいよ、全然全然。こういうとこが違うんだよな。食べてね、どうぞ。取引じゃないか。またいいスズムシ入ったら連絡するよ。お、どうした？中三くん。あ、そう？おい。はまったな、スズムシに。ここは一旦断る。大丈夫、こいつはもう癖になってる。自分から連絡してくるさ、こいつは。虫中毒だこいつ。出て行って。アホイスと交換？もうこいつ、ブランド物でこう、そのうち自分の体を売るようになってしまう。恐ろしい。虫絶対やめよう。虫の恐ろしさを世に知らしめる啓発動画です。ウィンです。こいつ。ああ、合ってない、やめちゃおう、それは。新しい口癖か。君に合うものだね。こいつはかなりの嘘つきだから。君は。そうだ。みんなを勘違いさせるな、もうこれ以上。勘違いさせない。気に入っちゃいました。嘘かい。この野郎。来てるでしょ。飛んでる。あ、てか、スパナップ斎藤じゃないですか。パナップ来てるでしょ。パナップ来てるじゃん。パナップ来てるでしょ。こいつ。杉浦さんの挨拶聞けなかった、全然。喋ってたの。全然言ってないな。全然。遠慮したんかな、やっぱり。うん、やっぱりやめようと思った。やっぱやめたんですかね。あの、やばー。食べとるな。いや、そこにもいるじゃん。そこにもいるじゃん。ねえねえ、いるはいるいる。いや、めちゃめちゃ虫好きですよ、あれ。食っとるからな、絶対。いい声で鳴くんやろな、スズムシは。食べるとき。うわー、そういうことか。部屋で一人でポリポリ食べてるのか。怖えー。明日になったらまたシュウさんが売ってくれる。もうお金ないからこの青い椅子を。家財を売って、スズムシを手に入れる。何これ、ニビシティのリーダーが無駄に攻め込んできてるんだけど。おい、なんだこのコラボは。動物の森とのコラボが行われていたのか。実は手紙来てる。お、いっぱい来てる。あー、こいつらってそういうことか。イメージキャラクターだったのか。スギルさんの手紙。いばば、あぶね、引っかかるとこだった。バカ。うわー、チミ毛量がバッコしてる。わあ、最低。ちょっと見ないで、二人して。すごい見てくるんだけど、この人たち。うわあ、変態じゃねえか、ただ。ちょっとこれで銀座行ってくるわ。銀座と代官山行ってくる。またな。はい、また来ます。うわあ、うわあ、もう行くしかねえ。
とにかくもう学校や家には帰りたくねえんだ。俺の居場所なんかねえんだよ。おらバッバシャーンバタ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 。わあ、なんかここサメがいる。サメだサメだ。わあ、やめてくれ。まあ、ツタンカーメンのほぐってみるか。おおやべえ。このファラオルーレットで決めるぞ。あ、パナップさん、パナップさん、やっぱり運命的なものがありますね。正直やだな。その前その前、うん、はい、お願いします。わあ、ワクワクする。うわ、どうなるんだこれ。ああ、やべえ、緊張してきた。パナップどう、お、なんだこいつ。パナップ斎藤だ。俺は今日から生まれ変わった。ああ、新しい朝が来たぞ。これにちょっと村のみんなに挨拶してこよう。あれ、あ、ハチさんじゃない、パナップ斎藤だよ。俺はってか着てる、パナップシャツ着てんじゃん。あ、そう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 、それ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 、どうだ。どういう雰囲気や。蝶つがい舐めそうな雰囲気か。嘘じゃないか。こんな時間に俺は何をしているの。うん、お、ちょっと、何やってんだ、おい、おい。ちょっと、いかん。この雰囲気やばい、ちょっと。ちょ、任天堂。ほぶねえ。セロ Z だろ、これ。おー。流星群が見られる。え、マジでそんな要素あるの、動物の森って。あ、あ、来た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 、すげえすげえすげえ。おー。なんだ、A ボタン押したらなんかなったの。あ、願い事をしてるのか。流れ星が消える前に、みんなの代わりにね、みんな普段からあれが欲しい、これが欲しいってやかましいから、ちょっと、俺がやっとこう。来た。え、スギルさんが長生きしますように、変な事故に遭えませんように。シュウさんがモテモテになりますように、結婚できますように。はい。ランタンが、80歳まで動画を投稿しますように。まあもう願いというか呪いだけどな、それは。よし、できた。これが村の守り神様ですね。ユグドラシル斎藤です。みんなを見守ってくれてるよ。夏も終わりということやね。ホラーな部屋大会を開きましょう。これ楽しみだなぁ。できました。その名も、恐怖のヤマンバウサギの部屋。このウサギがね、追いかけてくる。捕まると、左上のやつみたいになる。うわ、怖い怖い。うわ、え、あ、こんな全然違う。全然違う。パナップサイト、ランタンから目がないじゃん。ああ、そうだ。だから目をなくしたんだけど、あの、鼻のとこにこう、ほうれい線みたいなのあるでしょ。パナップサイト。ああ、これが目。これ目なの、これ目。ああ、なるほど。考えたな。あ、そう、すげえ下。下にずらしたんだ、目を。そういうことね。あ、なるほど、なるほど。でもそれにしては、うん、それで。かなり再現度ありますね。この、すごい。サイト。なんか、いろいろ違う。違う。なんかね、ちょっとしたなんか。いやでもミーの時点では結構似てたんですけど、似てるんよね、ミーと似てるんよ、なんかあのカトリーナ、あの頭割れてるやつが、あ、やっぱ限界あるんやろ。限界あるんですね、正解再現度はね、うん、もうパナップがイメージキャラクターはもうパナップ決定なの、決定ということで全面に出てきてるもん、記念所までね。